はい、ポテトメガネでーす。ポテトメガネでーす。新たな入り方。いい感じにフェードインしましたね。あ、入ったでしょ。そう、はい、じゃあテントップの説明いきます。はい。テントップって何っていう感じでしょうけど、ね、急に言われてもそうだよね。ですね、うん、うちのオリジナルで新しくテントップという概念を取り入れました。はい。で、これが何かというと、うん、生地の色ですね。はい。で、このメガネフレーム、これちょっとね違うモデルですけど同じ色です、うんうんうん、バッファローホーンカラーですね、うん、でこれが、大体この前枠が1枚の生地から10個取れるんですね、うん、はい、大体この1枚カットしてそこから切り抜いていくという作りなんですけど、約10枚取れると、はい、で、その10枚の中で、うん、こういう柄物ってやっぱねムラが出るというとあれなんですけど、うんうんうん、やっぱ違いが出てくるんですよね、うんうんうん、同じ生地から取ったとしてもそうだよ、ね、やっぱりね部分でよってこういう、柄の感じが違うので、うん、 ね、でその中で最も美しいものに、うん、テントップという称号を与えてこれ山本が与えたわけですね。そうです、山本ジャッジしてます。なので、まあ、例えばこれでいくと、うん、ここの部分、かなり薄いですよね、うんうん、この部分、まあ、こういう薄い部分が結構目立ったりとか、はい、ただねこれはこれでかっこいいんで、そうだよね、これは全然ありなんですけど、ただその辺のバランスが結構均等で、うん、綺麗ですよっていうものに今回テントップを与えてます、うん、でテントップになるとここにねこういうロゴが入ります、うん、これ一応10分の1っていうのを、元にしたロゴですね、うん、になります。こういうのが入ります。で、まあ大体バランスが綺麗なものにテントップにしてるんですけど、はい、それがだから10本のうち1本あると、そういうことです、はい、そういうスペシャルな付加価値ということです。もうこれ付加価値以外の何物でもないです、うん、はい、それじゃない方がいいっていう人も中にはねいるわけですからね。だからこれ好みでしょ、単純に僕のジャッジなん で、 でしょ。いやいや山本の好みなんかっていう人は全然もうこっちでもいいです、うん、これがかっこいいと思う方はこれでも全然もちろんっていうよりも僕らはそれがいいと思って販売してるので、うんうん、まずこれがスタンダードなんですよ。でハイエンズというかさらに上っていう感覚でこのテントップなので、はい、まあ、そこをねちょっとテントップじゃないから良くないと思われるとまたそれは良くないので、うんうん、そういうわけではないので、うん、誤解なされずに、はいはい、一応まあそのテントップという、概念のご説明でした。概念、はい、で、あともう一個、はい、うちのオリジナルケースです、うん、レザーのしっとりしとるな、なんか見るからにでしょう、うん、ここにねちょっとロゴが入ってます。でこういう風にワイルドクラフトなんですよね。だから、横のコバの仕上げも一応カットは綺麗に揃えてますけど、仕上げ剤塗ったりしてないです。で一応この色もちょっとこうムラが出るように、作ってるので経年変化かなり楽しめるようになってます。好きねやっぱ経年変化、僕大好きですね。でこういう風にくるくるっと止めてっていう、うん、はい、でこことかももう切りっぱなしにしてるんで、うん、ワイルドクラフトですね、はい、そういう、良さがある、味のある作りになってます、うんうん、これ牛革です、はい、でこれで税込み2500円、はい、そうですね、なんですよ。なのでめちゃくちゃ安いです。うん、そうですね。レザーで結構、はい、こういうのって結構値段でしますから。するじゃない。しますから。本革だとね、合皮にしちゃうもんね大体ね。そうですそうです。だから日本の職人さんにお願いするとやっぱめちゃくちゃ高いので、うん、これ牛革の本場インドで、うん、インドレザーで、ね、インディアで作ってます。はい。でこれ僕もともとレザーの、うん、趣味の延長で一応アイテム作って、うん、レザーアイテム作って、うん、知り合いの洋服屋さんに委託でお貸してもらって、うん、販売したりとかもしてた経験があるんですけど、うん、アパレル、うん、時代ですね、うん、僕はだから作りとかも分かるわけですよ、いろいろ見てると、うんうんうん、なんで結構ね作り手としてはやっぱ日本人の性質的に綺麗にしたくなっちゃうんですよ、仕上げをね、はい、やっぱただそうすると、うん、味がなんか微妙なんですよ、はいはい、綺麗すぎてあの感じ出ないなっていうのに最終的になっちゃうんですよ、なんか綺麗すぎて、はい、で あのかっこいい味が出た感じにしたいのに、うん、なんか綺麗になっちゃったっていう感じになるんですけど、うん、そういうのがねやっぱ海外の方ないんで、うん、もうバリバリワイルドクラフトでめちゃくちゃいい感じです、うんうんうん、なので、まあ、だからといって壊れやすいとかはないので縫製とかもちゃんとしっかりしてるので、うん、間違いないんですけど、うん、ただその辺がね、人件費とか安かったりとか、うん、あとはいろいろな、コストを抑えての、作り方なんでお安くできてるということです、うん、ただクオリティめちゃくちゃいい感じなんで、俺結構なんかもう数名やっぱメガネ以外を入れたいと、お、はい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 、別の使い方でねなんか使っていらっしゃる方結構いらっしゃいますよ。いいですよね、うん、これサイズもちょっと大きめにしてるんで、うん、あのネイティブサンズとかも入りやすいし、うん、大きめのフレームもですね入りやすいし、そういういろんなものを入れれるという、
利点があるので、ぜひぜひよかったらお求めください。一応概要欄に、はい、リンク貼っとくので、はい、オンラインの、はい、そちらでも買えるようにしてますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、ではまた。